ロシアグランプリは2014年よりロシアにて開催されている海一世界選手権レースの一戦。また、かつて1913年から1914年に開催されていたグランプリの一つ。1913年ロシア GP 優勝者のゲオルギー・スボーリン海一では初開催となった2014年ロシア GP のスターティンググリッドロシアでは 第一次世界大戦以前の1913年1914年にサンクトペテルブルクでロシアグランプリが行われていたため、開一発足以前のグランプリ時代から換算して、ちょうど100年ぶりに同レースが復活することになった。旧ソビエト連邦崩壊後、経済成長を続けるロシアでは、1990年代より、 海一開催が噂されており、2000年代以降は、ロシア国籍チームの発足、国際サーキットの建設、ロシア人、海一ドライバーのデビューといったプロセスを経て、ロシアグランプリの復活実現に至った。2010年10月に、ロシアのウラジーミル・プーチン首相と、海一の工業を統括する。 フォーミュラワンマネージメントのバーニー・エクレストン会長の間で2020年までの開催契約が交わされた。当初は秋に開催され、2016年から2017年は春の開催に変更された。2018年から再び秋の開催となる。2017年2月、開催契約が2025年まで延長されることが決まった。ロシア GP は、 国会沿いの保養地添地に新設されるちオートドロームで開催される。同地で2014年2月に開催されたソチオリンピックの会場周辺を利用した1周 5.848km のサーキットとなる。五輪用に建設した各種インフラ設備を転用することで低コストでの F1 開催を実現できるとしている。 ロシア政府は2011年に建設費用として1億9540万ドルの予算を割り当てたと発表した。2012年にはサーキット建設がスタートし、サーキット設計はヘルマン・ティルケが担当している。なお、F1 で使用されるコースは常設コース部分と市街地コース部分の複合になっている。2014年、ルイス・ハミルトンとニコ・ロズベルグの ワンツーフィニッシュにより、メルセデスが初のコンストラクターズタイトルを獲得。2015年、君ライコネンがファイナルラップで、バルテリ・ボッタスと接触。ライコネンはレース終了後にタイム加算ペナルティが課せられ5位から8位に降格したことにより、メルセデスの2年連続コンストラクターズタイトル獲得が決定した。2017年この年メルセデスに移籍したバルテリ。 ボッタスが81戦目で、会一初優勝を飾った。前身のベンツシーが勝った1913から1914年を含め、すべてメルセデスが勝っている。ありがとうございます。